なんとなく察しがついてるかもしれないけれど、君さ、3年後に死んじゃうんだよね。そりゃそうやんね。そう言われる気はしてたよ。さっきも言った通り、君は3年後もこの家に住んでるんだけどね。このマンションの周辺の生活水は汚染されてるの、動けなくなるって、もう蝕まれてるんや。そうなの？うん。君は私と付き合い始めて半年後くらいから少しずつ具合が悪くなっていくの。最初は頭が痛いのが治りづらいとかしんどそうにしてたくらいで、私もちょっと心配してただけだったんだけど、日に日に君は少し歩くのも難しくなっちゃって、さすがにおかしいなと思って一緒に病院に行った時には、神経とか内臓がもう取り返しがつかないくらい悪くなってたのが分かったの。そのまま君は病院で、彼女の声は泣きそうになるのを怒られて少し震えていた。私は君の家族と一緒に見送ってから、抜け殻みたいになっちゃって、お部屋で毎日ぼーっとしてた。なんでこんなことになっちゃったんだろう。私がもっとなんとかできたのかなって。でも原因は水質汚染だったんでしょ。君のせいじゃないよ。私がもっと早く病院に連れて行くこともできたはずだから。それに、その時は原因も分かってなかったしさ。水質汚染が原因だったことはその後に知らされたんだね。そうなの。君以外にもこの辺りの人が重い病気にかかっているのが徐々に明らかになったみたい。それから住民とか自治体とかが調査し始めて、生活用水に工場の排水が混ざったのが分かったの。怖え。私はそれをテレビのニュースで知ったけど、君を失った後では後悔の材料にしかならなかった。あのことを思い出すまでは、タイムリープの技術だよね。そう。怪しいタイムリープのこと。さっき言ったみたいに裏ビジネスの問題も君と一緒にテレビで見ててね。その時は弱ってる人を騙すビジネスはどうしたらなくなるんだろうね、なんて。君とおしゃべりしてたんだけどね。藁にもすがりたい思いってものだね。でもいざ自分がその立場になってみたら、そんな話が本当に救いに思えたの。もちろん裏ビジネスなんてどこで出会えるのかなんてわからなかったから、うつぎ橋の路地裏とか危なそうなところばっかり歩いては、怪しそうな人とかバーを見かけるたびにいろんな人に話しかけてたの。どうせ死んじゃってもいいやって気持ちだったし、うつらな目をした彼女が夜の街を半ば自暴自棄でさまよう姿が思い浮かんだ。自分はその真珠を想像することもできない。でも本当にそのビジネスに巡り合ったんだね。幸いにもね。話はすごく早かったよ。その日のうちに、私は一人暮らしをするために貯金してたお金をそのまま下ろして、何か誓約書みたいなものを書いてからベルの一室で日焼けマシーンみたいな機械に入った。その後のことは、さっき言った通りだよ。彼女は自分が死んでしまったから会いに来ただけではなく、そう死んでしまった理由も分かったから未来を変えに来たということか。なんていうか、そこまでしてくれて、ありがとう。私こそ何もできなかったから、今からでも君を助けられて嬉しいの。現代の自分には彼女は見ず知らずの人だけど、自分のためにそこまでしてくれる人がいるなんて。じゃあこの辺の水質を調査してもらうようにどこかへ連絡すればいいのかな。引っ越せそれもせなあかんけど、まず引っ越そう。それは難しいと思うよ。どうして？公害って実際に被害が出てみないと調査されづらいんだよね。有名な公害でもその原因の物質を排出した企業が健康被害を認めなくて調査もされなかったから。その地域で健康被害に遭った人から自身が自分とか家族の被害から頑張ってデータ取って、それでやっと裁判の土俵に上がることができたぐらいなの。でもそれって何十年も前の話でしょ？イメージしかないけど、今はもっと厳しそうな気がするけど。そうだね、そういう事件があったからこそ今はもっといろんな法律とかが整備されたし、被害を立証する責任とか方法はもっと被害者に寄り添ったものになってるよ。それでもまだ誰も被害が出ていないことを、しかも一般市民が訴えてもうまくいかないと思う。でも君は実際に水質汚染で被害が出ているのを見てきたんでしょ。それは信用されへんよ。このまま放っておくわけにもいかないじゃん。おお。未来で見てきたなんてどうやって証明しろっていうのを、今喧嘩するときか今喧嘩するときか。別にそうでもなくない？ごめん、大きい声出しちゃって。いや、僕こそごめん。彼女の言ってることは理解はできる。しかし、だったらどうすればいいんだろう。だからさ、どこか遠くに引っ越して、私と一緒に暮らそうよ。え？
ここで住んでたら君は3年後には死んじゃう。もしかしたら今だって少しずつ蝕まれてる最中かもしれない。今すぐにでも違う場所に引っ越そうよ。引っ越し資金も一緒に出すからさ、ね。この世界でお前金持ってへんやろ。助けようとしてくれる気持ちはありがたいけど、僕の目線では初対面だし、急に同棲って言われてもそこ？同じ地域に住んでる人たちを見過ごすことはできないって言うかと思ったけど、そっちなんや。じゃあ最初は寝室は別々でもいいからさ。そういう問題じゃ。スイッチ入っちゃった。水質汚染解決の方はほったらかしにするんかな。ちょっと待てよ。どうしたの？僕目線で君を恋人だと思えるかは一旦目をつむることにするよ。そこまでして会いに来てくれた君を少なくとも無益にしたくないし、それでもこのまま引っ越したら僕は助かるかもしれないけどさ、この辺りに住んでる人たちが被害に遭うって知ってるのに見捨てることになっちゃうし、他にも僕が助けられる人もいるはずだから。君もまだ引っ越してきたばかりでしょ。お人よしってこと忘れてるな。君は知り合ったばかりの人だからって他人を見捨てないのは知ってるよ。でも出会った人をみんな助けられないし、自分のことも大事にしてよ。お願い、一緒に遠くに行こうね。私また君を失いたくないの。ごめん、それはできないよ。どうして？君このままだと死んじゃうんだよ。別に水道水飲まへんたらええだけじゃん。そういうわけでもないんか。それとも私の話はやっぱり嘘だと思ってるの？そんなことないよ、本当だって信じてる。むしろだからこそだよ。確かに出会った人みんな助けられないけど、助けられると分かってる人ぐらいはみんな助けたい。何言ってるの？どうしてもマンションとか近所の人たちが気になるならさ、少しでも被害が見え始めた時期にそれとなく忠告しに来たっていいじゃん。ここから遠くに引っ越したら君も私もみんな救われるんだよ。いや、この近辺に住んでる人たちのことは彼女の言う通りだとしても、自分が遠くに引っ越したら助けられるはずの人を助けられなくなる。つくづく自分のお人よしが嫌になるけれど、でも見過ごせないことだ。救うことができなくなるのは誰？モグラ？モグラ？この辺の人じゃないの？ってまず思うけど、モグラやったりする？パッて思いついた。おーおーおお。あかん、ダメ。あ、すいません。ダメだ、ダメです。でも NG ワードやったらハードがダメージ受ける言ってたね。え、近辺の人々じゃないのこれ。救うことできなくなるのは普通に考えたら。あ、今の君や。そうやんな。遠いところに引っ越してしまったら、今両親から虐待みたいな状態になってる3年前の君を救うことができないじゃないか。ってことね。3年、いや、現在の君かな、この場合は。もう一人の君。いける？これでいける？なんて言ったらいいや、これは。君の名前知らんねんな。あかんの？でもこれで多分当てると思うねんな。君でいける？名前知らんねん。名前教えて。あかんか。名前知らない女性。知らない女性でいける？なんて言ったらいいやん。言いたいことがあるのに言えへん。お前や。わいが救いたいのはお前や。くそ。3年前の君。あなた。You。You。くそ。虐待されてるあなた。なんて言ったらええねん。間違ってるんか、僕の推理は。ヒントいく？だーい。君は本当にどうしようもないお人よしだよ。特に知らない人への優しさって意味ではさ、近所の人だけじゃなく私のこともそう。きっと君はまた私を出会い直したとしてもチーズケーキを出してくれるんだろうね。
今のヒントか、今のヒントなんか。これから、ジェミ。これめっちゃむずいねんけど。ちょっとなんて言ったらいいんですか。ストーカー女。なんでちょっとしかたまらんの。もう何回もストーカー女って言い続けたら連呼しまくったらたまれる。連呼しまくったらたまりません。ストーカー女、スターコーナー、ストーカー女。クソ。元長文でええんか。家族と仲が悪くて家を飛び出してストーカーになる女。たまらん。畜生。未来。うわー、なんでや、なんでや、なんでや、なんであかんかったんや。なんであかんかったんや。え、なんで今のあかんかったかわからへん。何が地雷やったんや。もう一回ヒント押す。これでゼロやったら死ぬ。ヒント押すわ。あ、あれ？あ、やばい。終わった。自分の中で何か砕けたのを感じた。視界が霞んでいく。こうやって僕のハートやったんや。この子のハートやと思ってた。僕のハートやったんや。え、どうしたの？ふらついて頭をぶつけてしまった。彼女はさっきまでの問答は一旦忘れて心配してくれているらしい。いや、なんだか足元が揺らいでいる感覚というか、世界から振り落とされそうな感覚というかね、それ。指摘やな。そういうものを感じるんだ。落ち着いて、ゆっくり深呼吸して。彼女の言うことに従って、ゆっくりと深呼吸をした。それでも気分は一向に良くならない。きっと急にいろんなことを想像して精神も疲れちゃったんだろうね。私もいっぱい喋っちゃってごめんね。熱も出てるだろうし。インターホンに現れた時と同じように彼女は気遣いを向けてくれている。とにかく今日はこれ以上お話し続けられないね。まだいっぱいお互い考えないといけないこともあるけど。また明日来てあげるからさ、その時もう一回お話ししよう。帰る場所ないやろ。はい。そうか。彼女はまた明日来てくれるのか。大丈夫だよ。大丈夫。明日はこんな風に思い詰めたりさせないよ。はい。まあ、これはバッドエンドだよね。私だけは何も想像できなくなった君を許してあげるから。自分は彼女に様々な疑いを向けたにもかかわらず、こんな状況では無償の優しさを向けてくれる彼女が、まるで天使のように思えた。とにかく今日は一旦帰るよ。これバッドエンドね。じゃあねー。じゃあその郵便物みんなやめてね。今の君。彼女って言い方か。え、彼女っていう言い方や。僕、君とか言うてたかわかんねや。彼女って言うべきやったんじゃ。難しいよ。難しいよ。30分かけた。僕は2年後に家族の中で苦しんでる君を救うことになるんでしょ。だったらこっから引っ越したら現代の君を救えなくなる。え？現代の君は2年後に助けられることが分かってる。だからそれまでは遠くに引っ越すことはできないよ。そんなの別にいいじゃん。まだ見ず知らずかな。見ず知らずの現代の私より君に会いに来た目の前の私を見てよ。未来の僕は目の前にすらいなかった見ず知らずの君を助けたんでしょ。君はそんな僕だったからここまでして会いに来てくれたんじゃないかな。嫌だ。私もう君のことを失いたくないもん。きっと大丈夫だよ。要はあと何年かは水の使い方に気をつければいいんでしょ。自分で言いながらもそれは楽観的すぎるかもしれないとは思う。とはいえ今はそういう気休めでも何かいい方法がないかしばらく考えたい。彼女はうつむいたまましばらく黙っていた。あは。よー。あ。え。
ねえねえ、私分かったよ。闇落ちした。なんか知らんけど。君が現代の私のことなんか救わなくても良くなる方法を思いついたの。殺す気か？救わなくても良くなる方法？彼女は唐突にどこか異様な雰囲気をまとってしまったような気がする。タイムリープの非現実性の非ではなく、常軌を逸してしまったかのような。タイムリープも常軌を逸してると思うけど。現代の私が死んじゃえばいいんだよ。はじめは彼女が何を言ってるのかが理解できなかった。現代の彼女が死ねばいい。ちょ待って、なんで急にそんなことを言い出すんだ。だって現代の私がいなくなれば君がここに留まる理由はなくなるでしょ。だったら私がさ、その子のことを殺してくるよ。怖えー。クズそんな極端な。それに私は君のそんなお人よしさ、優しさに救われて君に惹かれていったんだよ。だったら君が現代の私のことも同じように救ったら、現代の私もきっと君のことを好きになっちゃうじゃん。そんなのダメだよ。だいたい悪いとこ出てるって。まあ確かにな。この前だったら両手に鼻エンド言っちゃうやんと思ったもん。そんな女に君のこと渡したくない。お前のことやぞ。落ち着いて。そんな女って過去の君自身じゃん。そんなこと関係ないよ。私の気持ちを持った私は一人しかいないの。それは現代の君だって同じだよ。じゃあ聞くけどさ、未来から来た私が現代の私を殺して、私はその空いた椅子で現代の私になり変わる。それって何が悪いの？倫理観狂っとるわ。倫理観狂ってますわ。え？私が未来からタイムリープしてきたなんてさっき言った通り証明できないし誰も信じないよ。だったら現代の私がこっそり未来の私と入れ替わっていても、本物と偽物の区別なんて誰もつかないじゃない。そこに違いがないんだったら、いいも悪いもないでしょ。いいも悪いもはあるよ。それは、なんで言いよどむねん。はっきり言えや、悪いって。はっきり言えるわ、悪いって。君だって、答えられないでしょ。どのみち、現代の私が消えてくれれば、私の分の戸籍情報も手に入るし、君の心配事だって解決して、遠くに引っ越せる。ね、そうだよね。自分自身だと殺人はダメだと思うけれど、それで彼女を説得することも難しいように思える。一発殴ったったらええやん。殴ったらなんか目覚めるやろ。あ、私ちょっとおかしかったかもって。とにかく手当たり次第に思いつくことは投げつけてみるしかない。そもそも殺人がバレたらどうするの？自分だから殺しても許されるなんてことはないはずだよ。私自身のことだもん。誰にもバレずに殺せるタイミングぐらいわかるよ。わかるか？家に帰りたくなくて夜中に河原にいる時とかさ。もしそうだったとしても、君は数年前の君をもう一回演じないといけなくなるんだよ。君にとって辛い生活をもう一回やり直すことになっちゃうし、3年前の自分の状態を思い出しながら演じるなんて無茶だよ。別に演じる必要はなくない？おうちには長いしたいよ。新兵のこと届いたら君と引っ越したらいいの。嘘を重ねるとどこかでほころびが生じちゃうよ。いくら過去の自分自身が相手だとしても、誰かを演じるなんて嘘はきっとうまくいかないよ。ううん、私はうまくできる。絶対に演じ通して本物になってみせる。そんなことうまくいかないと思うなら、それこそ証明してみせてよ。ん？どういうことだい？些細な違和感だけど、その言葉が妙に引っかかった。どうした？絶対に演じ通して本物になってみせる。そんなことうまくいかないと思うなら、それこそ証明してみせてよ。ここまで来て根底から覆してしまうかもしれない。全部嘘やったってこと？未来から来たって話も。ええ、もしかして彼女は、私、君と一緒にいたくて、どうしようもなくて、胸が苦しくって。だから頑張って、やっとここまで来たのに。それとも私がこんなこと言い出したからって、水質汚染なんて嘘だって疑うようになっちゃったの？ねえ、なんとか言ってよ。え、どっちや？いや、自分は、バカがつくほどお人よしだ。ただ、非現実的だから嘘だと考えるくらいなら、いっそ、何の解釈も与えず置いていかいられた方が自分も他人も透明なままでいられる気がする。ちょっとね、言ってかからへん。
自分はこんなどうしようもないお人よしな考え方で何度となく騙され続けてきて、それでもその性分か心情か分からないものは変えられなかった。そうしているうちにだんだんと自分の中で分かったことがある。自分は手放しに全てを信じてそのまま盲信したいというわけではないんだと思う。一旦全てを受け入れて初めて言葉にならない意思を想像できる気がする。うまくいかないと思うなら証明してみせてようか。彼女の言葉一つ一つの本当、彼女の言葉一つ一つは本当だと考えるからこそ、その関係性の試みから証明できることがある。ああ、嘘つき続けても、試みが出るってことを証明しようってことか。今と君の関係は割と最初からね、今のこのインターホン越しの関係は結構嘘つき続けて出てきてる関係やからね。そこうまいことついてなんか証明できるんかな。今になって思えば彼女の誰かを演じることはもうすでにうまくいっていなかったんだ。お？彼女のここまでの言葉の関係性にあった矛盾は？ってことや、何を聞いてるんやこれは。え、わかんねえ。ヒントもらっていい？何を聞いてるんやこれは。私はさっき言ったみたいに未来で君を見送ったんだけどね。その後も君とのメッセージばっかり何回も見返して、画面の向こうに君がいたらいいのにって毎日思ってた。でも今日は君とのメッセージのやりとりもキラキラした気持ちで見返せるのかな。未来の僕って死んでないんか。未来の僕と別れたんかこいつ。で、過去にタイムリープして適当に嘘でっち上げてまた付き合おうとしてんのか。そういうヤンデレ頭おかしい女説。未来では君、彼女と私は付き合っていない。いける？さすがアメリカ。彼女とここまでの言葉の関係性にあった矛盾。未来の私は死なない。わかんねえ。嘘を重ねるとどっかでほころびが生じるよ。どっかで嘘ついてたってこと？この子、家族から本当は虐待受けてへんということ、根底から覆るとかなんか言ってたよな。でも家族が虐待されたことが嘘やったら意味わからんもんな。とりあえずわからんから、家族。お？家族関係で嘘ついてたんか？だいぶで今目立たまったな。家族からの、家族との不仲？おーし、おし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 。なんででもこれ嘘ついてるんや？根底から覆るけど、覆りすぎてなんか今までの話何やったってなるやん。なんでこんな嘘ついたんや？僕のこと好きっていう理由がなくなるやん。家族はいない。さすがにそれはないな。でも家族いないってことはないよな。お父さんお母さんはこの子じゃなくて4人家族、もう一人なんかいて入れ替わってるできないようわからんことなってへん。これポイント2倍とかなりませんかね。おー、惜しい惜しい。家族ってワードだけでこれで結構いってるんやったっけ。ヒントってなんだっけ。ヒントやと
ヒントのこれもようわからへんな。その後も君とのメッセージばかり何回も見返して、画面の向こうに君がいたらいいのにって毎日思ってた。でも今日は君とのメッセージのやりとりもキラキラした気持ちで見返せるのかな。これヒントじゃなくね、全然。家族に関係してへんやん。この答え合わせパートめっちゃむずいな、さっきから。たださっきと違って、僕正解分かってへんねんな。とりあえず家族ってワードで攻めてるよな。家族と血のつながり。いった。ギリいったけど。どういうことや？お父さんお母さんと血つながってへんの？だからなんやねんって話だけどさ。ねえってば。あのさ。やっぱり誰かを演じるなんてうまくいかないよ。だからなんでそんなこと言い切れるの？実際にうまくいってないことを証明できるからだよ。え？もう今の時点でちょっとほころびが生じてたんだ。君はコンビニの帰りにくれたメッセージでは、家族に会ったことがないって言ったのに、そうやったっけ？そうやったっけ？ご家族にも挨拶どころがあったこともないのに。でもこれあれやん、僕の家族だやろ。あなたのご家族にも挨拶どころか会ったこともないのに。あ、これ僕が向こうの家族いいってことか。全然なんか、完全このセリフ忘れてたけど忘れてたけど、これってあれか、彼女が僕の家族にじゃなくて僕が彼女の家族にってことやったんや。まあそれは別に忘れてたからさ、結局分からへんねんけど。ヒントのなんかメッセージってそういうことか。メッセージを再確認したら分かるよってことか。いや、これ難しかったな。え、でもこれ特に矛盾なくない？僕がそっちの家族知らん、会ったことなかったとしても。え、何が？何をドヤ顔で言ってんねん、こいつ。この家族に会ったことがないって、僕がそっちの家族に会ったことがないってだけやろ。何が問題なんや？未来の僕の葬儀では、僕の家族と僕を見送ったんでしょ？ああ。え、僕との家族との関係の話してんの？それは、信じた僕が言うのもだけど、どんなにうまく演じてもさ、嘘を重ねるとどこかでほころびが生じちゃうんだよ。紆余曲折しながら彼女を信じてみたからこそ、彼女の言動の節々から少し違った意志というか、彼女が何を演じたのかを想像することができる。ね。例えば君が駅前のファミレスに寄ろうって言ってるのに、私の見てる地図には駅前にファミレスがなかったら私は自分の地図に情報が足りないってすぐ気づける。そうだよね。でもそれに気づいた私が何も言わずにファミレスの載ってる地図を検索し直したら、君や私が実は違う地図を見ていたってことに気づけないよね。そういえば言ったね、モグラエン。そんなカレンダーもらった気もするけど、イラストまではさすがに覚えてないや。誰かに追われてるの？ちょっと借金があってね。別に浪費をしたわけではないんだけど、昔の友達の連帯保証人になっちゃってさ。そっか、そうだよね。未来の君はもう返済が終わったけど、そんなこと言ってた。なんか、後付けで合わせてきてたんやな。君は架空の未来から来た恋人を演じて、それを本当にしようとしたんだよね。未来から来たって嘘やったってこと。マジか。ふふ。え？未来から現実に連れ戻されちゃった。怖っ。めっちゃ僕信じてたわ。未来から来たんや、この子って。めっちゃ信じてたわ。畜生、騙された。
え、やばい女ってことこいつ。君と恋人になれたはずの未来から、怖えー。君は一体誰で、本当の目的は何なの？彼女は再び、素性の知れない人物に戻った。だけど、得体の知れない人物に戻ったとは不思議と思えなかった。私は別にね、君何かの危害を加えたかったわけじゃないよ。何かの意味は、世界の事象と人の意志の関係性の全体像で決まる。無理に力を加えてねじ曲げようとしても、そんなのうまくいかないの。君は誰かを直接どうにかしても何も変わらない。静かに語る彼女は体重を支えていた頭上の糸が切れたかのように見えた。だから私は君との関係性の中でだけ夢を見たかったの。インガリスの終着点に到達しました。あ、終わりかと思った、君は本当に想像力が豊かな上に、そのくせに人を疑うための想像は最後まで保留するよね。タイムリープなんて今から3年後にできるようになるわけないじゃん。まあそれはね、そんなこと言い始めたら、何もできひんやん。俺だって常識的に考えればそうだと思うけど。でも可能性がゼロとは言い切れないじゃん。全部嘘ついてたこいつ。それならやっぱり私は未来から来た恋人ってことにする？言い返す代わりに種明かしを求めて質問を投げかけた。君は初めから騙すつもりだったってこと？しかもこんな手の込んだというか、やたら遠回りな方法で。そうだね。じゃあ君はさ、何がしたかったの？今さ、借金取るとか、つつもったせいとかでもないんでしょ？違うよ。騙すって言っても、敵意があったわけじゃないの。ほう。それはなんとなくわかるよ。そっか。言葉にできることは考えていることのほんの一かけらだけだし、他人の声がどんな意思から生まれたかなんてどこまで言っても想像しかできない。だったら君の世界の中では私は未来からだってやってこれる気がしたの。うん、どういうこと？君が私のことを本物のタイムリーパーだと思って偽物のタイムリーパーと区別がつかなかったら、それは私と君の間の関係性でだけの現実になるってこと。彼女の言っていたチューリングテストだっただろうか。本物の人間と AI の見分けがつかなければ、その人の認識上では AI も本物の人間と同じだとか。もちろん本物のタイムリーパーに出会ったことはないけれど、まあ確かに。本物のタイムリーパーと思い込んでたもんな。やられたわ。私はさ、君だったら私のことは怪しいと思ったとしても、言葉自体は嘘とか妄言じゃないって信頼してくれて、その話が本当であるためのいろんな可能性を考えてくれると思ったから、未来から来た恋人だなんて突拍子もないことだって想像してくれるんじゃないかなと思ったの。まだ完成してない場所での思い出を本当っぽく喋ったりしてね。自分が何を思わされているのかを視覚的にわからないといけない、だったっけ。本当に大した演技派だったよ。私、高校が演劇部だったの。そっか、演劇部だったんなら納得だね。それにしてもやん。それにしてもすごいよ。とはならないけどね。ならないね。でも、君もお人よしが過ぎるんだよ。あまりにも信じてくれたせいで、現代の私も助けなきゃなんて言い出すなんてさ。そのせいで、私まで準備してた予定と変わってぐちゃぐちゃになっちゃった。取り繕おうとして、もう一人の自分を殺すとかわけわかんないこと言わされちゃったし、だいぶ錯乱してた、混乱してたよね、この子も。自分で言ったんじゃん。それは言わされたんだよ。まさか疑いじゃなくて、信用からバレるなんて思わなかったよ。確かに、もし自分が彼女の言葉そのものを単なる不審者の嘘とか妄言だと思っていたら、現代の彼女も救わないといけないなんて発想にはならなかっただろうし。ただのストーカーだと思って彼女の意思や演技にも気づかなかったんだろうな。バカがつくほどお人よしって君は自虐として言うけど、本当にすごいね、君は。結局何が目的やったん？なんでちょっと仲良く喋ってんの？それで、結局君は誰なの？別に誰でもいいじゃん。おー、絶対答え用意してくれな、僕怒るで。怒るよ。
君は見ず知らずの他人のことだってあんまり信用できないと思っている人のことだって信じるための合理性を探して分かったつもりになろうと努力する。分かったつもりになれなくても少しでも助けられる人はみんな助けようとする。だから結局はいろんな人に騙されちゃうしどうしようもない人だよ。まさか借金まで背負わされているとは思わなかったけど、それはあざける言葉のようでどこか優しさに満ちた声だった。私は君がそんな人だってことを信じていて、そんな君のことが大好きで、無理やりにでも恋人になって一緒に遠くまで行ってほしかった。それだけなの。その告白に怒るべきか喜ぶべきかすら感情の落とし所がわからなかった。なんかくっつこうとしてたんは本当なんや。結局の彼女の正体は見ず知らずのストーカーということになるだろうか。そういうことな。こんな遠回りなことができるくらい器用なのに、こんな遠回りなことするくらい不器用な。今はそれ以上は聞く気が起きなかった。嘘やん。それ以上聞こうや。なんで聞く気が起きひんねん。こんな長々とやっといて。タイムリープしてきた恋人の演者。これが正体ってことね。気づかないふりしてお金返す手伝いだけさせてもよかったのにね。そんな考えは思い浮かびもしなかったよ。分かってるよ。君はバカがつくほどお人よしだもんね。天使みたいって思ってくれてもいいのに、それは君にとっても天使じゃないんだろうね。これで私が話せる真相の全部だよ。もっとなんか、何何しに来たん？単純にストーカーしてて付き合いたいって思ったからこんな周りくどいことをした不器用な子ってこと？すべてを聞き終えたにもかかわらず、この一件への感情の落としどころは見つからなかった。ごめんね、迷惑かけちゃって。ほんまによ。とんでもない時間の無駄やったわ。私はそろそろ帰るよ。いや、待った。どうしたの？ここまで見ず知らずの人間に夜遅くまで付き合わされて、しかも未来の恋人だなんて話までうっかり信じ込まされたんだから、そこまでされてそんな簡単に帰られても困るよ。じゃあ警察とかに通報する？まあストーカーには違いないし嫌だとは言えないよ。いや、警察なんかに通報はしないよ。それなら何？穏便に済ませて欲しかったらご奉仕しろとか言うの？そんなことでは済まされない。なんて言ったって恋人だとは思えないけどさ。もう始発の方が近いし、コーヒーの、ちょっと待って、始発の方が近い？徹夜でこんなことしてたん？この二人インターフォン越しで。コーヒーの一杯ぐらい飲んでいきなよ。なんて言ったって僕はバカがつくほどのお人よしだ。そっか、チーズケーキもつけてほしいな。ラズベリーがいっぱいで可愛い感じの。窓の外は潮見始めて、空の色が曖昧に染まっていくのが見えた。なんか綺麗に終わろうとしてる。なんか綺麗に終わった。朝焼けに来るまでにはまだ時間があった。すでに自分は敵意があっての行動ではないという彼女の言葉を信じて、今夜の一件を責めたりはしないと割り切っていた。彼女の方も本当にどうしようもなくお人よしだねって笑ってから、どこか、梅雨？霧？が晴れたような様子で素直に家の中に上がった。いくら自分に好意を持っていた相手だからといって見ず知らずの女性を家に招き入れた上に余つさえアルコールを進めるわけにもいかず、コーヒーを入れる支度を始めた。しかしお湯が沸くより先に彼女は冷蔵庫の中身を物色していた。おいおいおい、もちろん都合よくチーズケーキが入ってきたなんてことはなかった。冷蔵庫には缶チューハイが2本、アルコールと一緒に口も回るのではないかと期待して、彼女の名演の舞台裏について再び尋ねてみたものの、嘘を信じさせるコツは本当の話を混ぜることだよとだけ言われて、結局は絶えもない明日に合わせるような話をしていた。そうしているうちに気づいたら朝焼けを見る前に眠っていて、目を覚ましたら彼女はいなくなっていた。テーブルの上には空いた缶チューハイが2本と、可愛らしい丸文字で未来の恋人を幸せにしてあげてねと書かれた付箋が残されていた。彼女に役名をつけるならあくまでストーカーなのかもしれないし、やっぱり手放しに恋を受け取ることはできない。
それでも彼女のやたら手の込んだ不器用な企みを通して自分を苦しめてきたお人よしの病を少しだけ受け入れれる気がした。きっと彼女が自分の目の前に現れることは二度とないだろう。幻のような奇妙な綺麗な思い出だったとポケットにしまって、今度の週末にさ、ジャンバレア半分博物館の建設予定地見に行こうよ。その誘いはどうなんだろうな。行く先も行く末も。返答と一緒にスマホをベッドに放り投げて入れ損ねたコーヒーに熱湯を注いだ。ちょっと未練残ってんな。あー、でもなんか綺麗に終わったな。これがなんか分岐の一つやねんな、多分。何個かマルチエンドであるんやけど、分岐した話の一つの割には全体的にちゃんと話の筋が通ってたのがすごいな。他の話もこれぐらい全体的に筋通して全然違う話に持っていくんかな。多分どのルート行ってもこの女の子についてはよくわからへんって感じになるんちゃう。演技が得意な女の子ぐらいの感じで、もしかしたら天使なのかもしれんなみたいな、そういう風に思わせてるのかもしれんな。面白かったです。はい。まあちょっと長すぎるんで他のルートはさすがに動画ではやろうとは思わへんけど、いや結構、いや普通に驚いたな。未来人じゃなかったっていう、普通に未来人やとほんまに信用してたからな。さっきも言ったけど、結局これ演技っていうオチに行くと思うから、一番最初に行ったルートが一番衝撃を受けると思う。未来人ルート良かったね。他なんかヤンデレルートとかあるんかな。どんな話になるんやろ。うん、普通に気になるわ、その辺も。何個よ分岐があるのかも気になるし、もしかしたらトゥルーエンドとかあるかもしれんしな。この子とくっついて終わりみたいな。頑張ったらくっつけそうやったもんな。ラスト最後主人公が LINE を打ち込むところまで行って送りはせんかったやん、多分。博物館行こうぜみたいな。連絡先は一応知ってるわけやからな。くっついて終わりっていう未来も見てみたいね。ということで、はい。ちょっと長かったし、長すぎるから多分分割して何パーとかに分けれると思うけど、最後まで見てくれた人にもありがとうございます。はい。インバーテッドエンジェル。面白かったです。